アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。それではサトル成合選手インタビューを始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、だいぶ試合も近づいてきましたけど、はい、体調とか、練習の具合というのはいかがでしょうか。まあ、福岡大会も決まってからもう気合い入ってるんで、もう最高に仕上がってますね。はい、今日もそうですけど結構雨の日多いじゃないですか。はい、影響とかはあります？いや、特にそんなにいちいち気にしてたら練習にならないんで、特に全然大丈夫です。はい、改めて、はい、相手の、山本選手の、現時点での印象はどんな感じでしょうか。印象、そうですね、いや、もうレジェンドファイターだなって本当に思うし、もう全てにおいてすごくベテランな選手なんですけど、もう年的にはもうそろそろ引退じゃないかなっていう感じと思うんで、はい、まあそうですね。はい、特にそういう意味で、ここ最近の、山本選手の試合見ていて思うことってありますか。まあやっぱ昔は強かったと思うんですけど、もう今は年齢的にも本当にそろそろもういいんじゃないかと思うような、まあ、試合だったりとかもあるんで、もうここは僕がしっかり倒して、まあ、引導を渡そうかなと思いますね。そのためにはどういった形でこう対戦して倒すっていうのは。まあ、そうですね、僕もちょっと前回の試合とか頭真っ白になって試合しちゃったんで、今回はまあそうはならずに、まあ、冷静に熱くっていう感じで、まあ、でも仕留めるときにしっかり仕留めて、もう一番盛り上げるぐらいの KO で倒して勝ちます。特に今回まあ、出身である福岡での試合っていうことですけど、そこに関しては、いや、もう本当になんかもう K1 福岡でできて、そこに出られることって本当に夢だったんですけど、もうそれはもう夢じゃなくなるんで、もうしっかりそこで一番盛り上がる試合をしたいっていうだけですね。結構応援の方もたくさん来られたりします？そうですね、まあチケットが足りないとかいろいろあったんで、まあ、断ったりもして来れない方とかもいるんですけど、まあ、東京
開催と全然違って地元の方も結構今回来れるんで、もうそこは本当に気合い入ってますね。大会全体の中でこうどういう試合を見せつけたいみたいなってありますか？まあ、そこはやっぱりずっと言ってる北九魂、熱い気持ちを本当に福岡大会みんないい試合すると思うんですけど、その中でも本当一番良かったんじゃないかっていう試合をして盛り上げたいですね。それでは最後にファンの皆様に向けてメッセージをお願いいたします。今回、やっと、待ちに待った K-1 福岡大会開催されるんで、僕も本当に過去最高最強の仕上がりだと思うんで、しっかり会場を盛り上げる KO をして勝つんで、応援のほどよろしくお願いします。